ピリストファー・アイルランドはアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の元プロ野球選手。シャボー大学を経て1973年の MLB ドラフト25巡目でモントリオールエクスポズに指名され契約。1981年にカンザスシティロイヤルズでメジャーデビュー。1983年に日本プロ野球の広島東洋カープに入団。 広島では、レギュラー二類種としてガッツ溢れるプレーを見せていたが、1984年10月7日の対読売ジャイアンツ戦にて、ホームクロスプレーで、保守、村田真一と激突し骨折。10月13日から行われた、日本シリーズには出場できなかった。同年11月22日に、デーブ・レイシッチと共に自由契約となる。1997年に、 福岡大英ホークスの臨時コーチ、1998年に台湾大連盟の越えたから対応で監督を務めた。その後、コロラドロッキーズのスカウトマンを務め、2001年にはアメリカ独立リーグのソノマカウンティクラッシャーズで監督を務めた。当時、同球団にはケビン・ミッチェルと小賀秀彦がコーチとして在籍しており、佐々木誠も選手として在籍するなど、 日本食の強いチームとなっていた。広島に所属していた2年間に隠し玉を数回成功させている。中には、自らのエラーで閉殺が完成しなかったのを事実上調消しにした見事な隠し玉もあった。高木豊の話では、脇の間にボールを挟み、両手を差し出して、ボール内容とおどけていたことがあるという。声宝太陽監督の時も、 隠し玉を数回成功させている。ピンチの時、外野で一人を内野へ呼び、内野五人シフトという特殊な守備配置も数回、使用した。広島時代の応援歌の原曲は、石川優子とチャゲ、二人のアイランド。同曲は、その後、ランディジョンソン、ウェード・ロードンと広島の外国人打者に引き継がれている。ありがとうございます。